ただいて盛り上がって、あ、よかったよかったら帰れるプロレスも、それがプロレスで楽しいと思うんです。でもプロレスは何でもありだ、奥が深いんだって言うんだったら、これもまた技術を競い合う、これもまたプロレスだと胸を張って、ありがとうございます。思ってます。試合場はここです。で、柔術着を着て互いに着るルールと、あと道着ですね、柔術着を着ないルールがあります。道着を着てる時は、道着を掴んで、OK です。もちろん相手の道着を掴んでもいいですし、自分の道着を掴んで、締め技関節技をしても、大丈夫です。で、反則技は頭髪を掴むと、目つぶし、粘膜の中に指を入れる攻撃など、根本的なプロレスでも反則のものが、ほとんどなのと、あと今日、投げ技ががっちり制限かけました。スープレックス、頭の上を越えるもの、あとバスター持ち上げて落とすパワーボールのものです。あとスパイク、ボール、パイルドライバーの頭を突き刺すボールですは全て反則です。やろうとした時点で、一応レフリーすることになります。柔道のような腰投げ、なるほど、振り投げであるとかは、許容の範囲です。あとは柔術特有の足関節の、制限は、佐藤ひかるの不利になるので全て取っ払いました。足関節も全て、OK にしてあります。場外にマットの付近のお客様は、選手が飛び出てくる場合がありますので、その際はレフリーが間には入るんですけども、ぜひお荷物など気をつけて、本日判定はありません。一本勝ち以外は勝ちじゃないです。ポイントもありません。エスケープもありません。ドキドキしながら楽しんでください。Thank you.
やってて、多分他のダンちゃんと同期の選手にはこんなに言わないこと僕ずっと言ってんですけど、プロレスと格闘技って自分がどう思うかもちろん大事ですけど、その自分がどう思うか見てお客さんが楽しいもんだって常々言ってるんです。こんなの他の若い子に言ったら
まあ、すぐ老害って言われるんですけど、母ちゃんは老害ですねって、母ちゃんそうですねって言いながらずっと聞いてくれました。でも今日は申し訳ない、楽しかったです。もう一回はやろうかな。二度とやらないです。やってもいいんですけど、選手としてこれをやるのは本当に失神仕掛けるぐらい疲れますね。なんで、まあ、興行今年12回やるって言って言い切ったんで、最初は実験的なのやろうと思ったら、まあ、ありがたいことに自分のやってきたこととあと出てる選手の熱意ですよね。やっぱ実験にはさせねえぞっていう、お客さんの強い圧がさらに緊張感を高めてよかったんじゃないかなと思いますね、はい、なんかいつものハードヒットとも違う、また違う緊張感があったような感じはするんですけど、だってだからいつもリングの上ってある種自分家なんですよ。それをお客さんに見てもらってるからなんか特別な感じがしないんですけど、今日お客さんの家でやってるみたいな感じだったんですね。だってもう目の前にはお客さんがいたんで、それはリングでもそうなんですけど、なんか違って、だから本当全裸でいるみたいで久々に気持ちよかったですね。だから多分蓋を開けてみれば、お客さんもどんな試合なのかなって分かんなかったと思うんですけど、いやもちろん自分もです、はい、いざ開けたらすごく面白かったというか、一本勝ちのみっていうルールも分かりやすかったと思うんですけど、はい、じゃあポイントはすごい大事なんですよ、柔術で。で、反則とかルールの縛りももちろんあるんですけど、まずやっぱプロレスリングって一本取りに行くものなので、ジャンルとしてもちろん柔術もそうなんですけど、結果競い合った結果ポイントがあってっていうのがあるんですけど、ポイントありきでやったらポイントを取り合いになる時があるんですよ。もちろんそれはそれでいい面白い攻防なんですけど、プロレスリングって歌ってプロレスラー呼んでくるんだったら、まあ、こっちのルールかなと思ったんで、はい、10分とかあっという間でしたね。他と試合見ても、まあ、さっき試合後、ね、もう一回やろうかなって言ってますけど、大会のこのパッケージングとしてこれは成功だったんだよな。そうですね、でも王子でしかやりたくないですね。もうちょっと今回は本当に言い方悪いんですけど小さい興行だったんです。だからそこまで自分でも後押ししなかったですけど、この後もたくさんあるんで、でも本当、まあ、見たいやつだけ見たいじゃないけど、思いっきりやってみたらどうなんだろうっていうぐらい見たいやつだけ見に来いって言ったら結構いて、大きい、ちょっと大きめの大会に匹敵するぐらいになったんで、ちょっと困ってます。お客さんの反応的には特にユウ選手と松本選手の試合がなんかちょっと一種格闘技戦っぽくて、あ、完全に一種格闘技戦です。だから道着が来てても柔道と柔術ってのは違うんですよ。だからプロレスリングとプロレスぐらい違います。プロレスって今あるじゃないですか、海外で言うプロレスってあるじゃないですか、ローマ字表記のプロレスとプロレスリングっていうぐらい違うものなんです。ただでも全部含めて結局ルールを尊重すればいいだけの話なんです。よく言うじゃないですか、相手をリスペクトしてるしてない、相手なんかどうだっていいんですよ。実際一言も喋ったことない、これから殴るやつ尊敬なんかしてるわけないじゃないですか。格闘技において何を立っとかなきゃいけないって僕ルールだけだと思うんですよね。それが少しでも広がらなくたっていいですけど、僕はそれを大事にしていきたいなと思うんです、はい、だから二人はルールをよく守って戦ってくれたので、今度は本戦でどうなんだろうな、怖いな、怖いことやりたい。毎月ということですけど、来月はいよいよジープ、はい、で3月はまたインディージュニアの祭典をやって、もう日取りも決めて今日の売り上げで会場を変えます、はい、